まずは4番の桜井が前に出ました。残りが2周。3番の吉川も前を抑えていきます。3番の吉川先頭に変わって2番手7番の浅見、3番手5番の井上、4番手外から1番の関根も仕掛けてきました。1番の関根が前を抑えていきます。残り600の鐘。1番の関根が現在は先頭、2番手6番の清水、3番手後ろの様子を見ている3番の吉川、3番の吉川が4コーナーあたりからスパートしてくるか。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。3番の吉川がここで先頭に変わります。2番手7番の浅見が追走、3番手5番の井上が追っていく。後方からまくってきたのは4番の桜井、4番手外まで上がってきてバックストレッチ、3番の吉川懸命に逃げる、2番手は7番の浅見、3番手5番の井上が守って、さあ4番手以降者少し前に届くかどうか。4コーナーか直線、3番の吉川先頭、外から7番の浅見、3番の吉川押し切ったゴールイン。